本部半島沖縄本島東、シナ海名護屋2栄島みんな島瀬底島、フルート島矢賀ジ島大島、羽地内海あいたけ本部半島と、周辺離島の地図。嵐山展望台から望む矢賀ジ島矢賀ジ島は、沖縄本島北部にある島。1946年から1970年には、島一円で矢賀ジ村という村だった。沖縄本島北部に位置し、羽地内海に浮かぶ島で、 沖縄県名護市に属する。面積は7.82平方キロメートル。市の中心部から約10キロメートル離れた位置にあり、市の北西部にあたる。沖縄本島とは、矢賀ジ大橋で結ばれており、さらに、フルーリ大橋で泣き神村に属するフルート島と結ばれており、また泣き神村運転側の本島との間は割る三大橋で結ばれている。島内には、 スムイで、ヨヘナ、ヤガ、運転ン,テン・ガベの5つの集落があり、ヨヘナに、名護市役所の支所と郵便局が置かれている。ヤガ地島のヨヘナの干潟には、高さ10メートルを超えるお昼木が生育している。その他にも、3種類のマングローブ植物が生息しており、生き物の宝庫となっている。また、日が大気を中心に、市一鳥等の渡り鳥が飛来し、 周辺の岩礁大帯では、ベニアジサシやエリグロアジサシの繁殖が確認されている。そのため、1976年11月1日に、ヤガジ島全域と周辺海域、羽地内海が国指定ヤガジ町中保護区に指定されている。名護市中心部の名護バスターミナルと、島内各集落をヤガジ大橋経由で結ぶ琉球バス交通。 沖縄バスの八賀寺線が一日数往復共同運行されている。島内の奇襲点は島北西部の運転荒である。ヤンバル急行バスが運行する路線バス四島線が割る三大橋と島内フルーリ大橋を経由しているが島内に停留所は設置されておらず、島内では停留所以外で乗降可能なフリー乗降区間としての利用となる。郵便局はヨヘナにある。 八賀寺郵便局と沖縄愛楽園敷地内にある住み、井出館郵便局が設置されている。集配業務は、羽地郵便局が島内をカバーしている。1999年までは、八賀寺郵便局が集配を行っており、現在も、集配業務移管前の郵便区番号である、905から16の郵便番号が継続して割り当てられている。島内の郵便番号は、 905から 163X である。ありがとうございます。